仮面ティーチャーは藤沢トールによる日本の漫画、主営者週刊ヤングジャンプにおいて2006年から2007年まで掲載された。また2013年4月25日から2014年10月16日まで続編となる仮面ティーチャーブラックが同誌で連載された。同年8月には GTOO の登場人物である西島敏幸を主人公とした スピンアウト作品、ノカシラガーゴイルとコラボした仮面ティーチャー VS ポリスの前編が同誌に後編が講談社、週刊ヤングマガジンに読み切りとして掲載された。2013年に日本テレビ系でテレビドラマ化された。2014年2月14日には同じく日本テレビ系で同作の半年前を描いたスペシャルドラマが放送され、2月22日には 連続ドラマ版の半年後を描いた続編が映画化された。2015年にミュージカル化された。キャストは本作オリジナルでテレビ版とは異なる。立花市立国乱高校創生徒数486人、全12クラス。都内で引き取り手の内調問題児たちの親が最後に門を叩くという通称、東京の不良墓場。その問題児たちの数は、 全生徒数の8割にも上っており、問題を起こす生徒の数も尋常ではない。よって、やる気のある教師も、やる気をなくし、都内の公立校で、最も教師の転出率の高い高校の一つになっていた。仮面ティーチャーベスパリスでは、学校名が、私立極乱高等学校となっている。教員生徒その他、私立ヒーラギ学園東京都都島区、池袋にある、名門私立高校。 多額の寄付をするセレブの子に対して教師は頭が上がらない。彼らは生徒会をも牛耳っており、風紀委員によって言論統制まで行う。いわゆるスクールカーストが存在し、教師たちは生徒を親のレベルによってランク付けしている。最高レベルは特 A と呼ばれ、豪太が担任を務める 2A には4人もいる。特 A とされている生徒たちは、 自らの権限を良いことにやりたい放題で、脅迫や痴漢詐欺は愚か、拳銃所持や、それを使った殺人教唆まで行うと、もはや犯罪者同然となっている。教員生徒その他、仮面ティーチャーのタイトルで、2013年7月7日から9月29日まで、毎週日曜0時50分から1時20分に、日本テレビ系で放送された。 主演はキスマイフット2の藤ヶ谷王のタスクで初の教師役となる。近未来、教師は生徒に対して暴力を震るえなくなり、教師と生徒は深く関わらなくなった。花空学院に赴任した高校教師の荒木豪太は政府から派遣された特別プログラムの教師で、生徒構成のためなら暴力も許された仮面ティーチャーだった。 問題だらけのクラスとして恐れいられる2年 C 組の担任になったゴータは自身の過去の反省から生徒と心で通じ合おうとするがそのことで反発を招き生徒たちから一方的に殴られてしまうできる限り暴力は使わないと決めていたゴータであったが悲惨な実態を目の当たりにし再び仮面ティーチャーとして戦うことを決める花空学院高校無法地帯と化し 教師の大半が情熱を失ってしまった高校。ゴータの正体を知るのは校長のみで、その理由から仮面ティーチャーに変身する際には、図書室の隠し扉に向かわなければならない。教員2年飼育ゴータが担任を務める問題児ばかりが集められたクラス。すでに学級崩壊しており、全担任であるクオンはノイローゼで1週間前に退職した。金蔵や M4 といった強者たちがクラスを牛耳る。M4 とは、シャドーマン、マネーマン、マットマン、アイスマンといった4人のマンが揃っているため、そう呼ばれている。カフェホッパーバイク好きが集まるカフェ。店内にはバイクが数多くディスプレイしてあり、またバイクの整備なども行っている。その他、ゲスト美行、金曜ロードショー、特別ドラマ企画仮面ティーチャーのタイトルで、 2014年2月14日21時から22時54分に日本テレビ系金曜ロードショーで放送された連続ドラマ版の半年前を描く加藤光一市長の教育改革の一環として聖フィクショナルハイスクールに派遣されることとなった銀の仮面ティーチャーこと荒木豪太そこでは3年生の天川敦史を中心とするグループ型生徒を脅す事件が多発していた 彼の彼女である、早瀬明りの自殺未遂がこの事件に深く関わっていることを突き止めた、ゴータであったが、が、アズマをはじめとする同僚たちは終わったことだと、取り合おうとしない。ゴータは学校を変えるため、増し続ける甘川の応募に対して、仮面ティーチャーの力ではなく、自身の心で向き合おうとする。セーフィクショナルハイスクール2年前、とある仮面ティーチャーによって制圧された高校。 以後、市の教育改革のモデル校として、教師と生徒の接触を避けるため教室に、境界線を設けたりと、様々な政策が行われてきた。教員3年 D 組学内の問題児が集まるクラス。教師たちは、D 組の D は、デッドの D だと意味嫌っている。視聴者、カフェ・ホッパーその他連続ドラマ版の半年後の、後日談として、 劇場版仮面ティーチャーのタイトルでの映画化が2013年10月15日に発表された。2014年2月22日に公開された。主演はテレビドラマ版から引き続きキスマイフット2の藤ヶ谷、大野タスクが務める。全国138スクリーンで公開され、2014年2月22、23日の初日2日間。 女子中高生グループを中心とした女性層の観客動員を呼んで、公衆1億917万9300円、動員8万5074人になり、映画観客動員ランキングで初登場第3位となった。江夏千景が大学進学費用を稼ぐためにキャバクラでアルバイトをしていることを知った担任の市村美希は、彼女を救おうと一人キャバクラに向かうが黒服と、 揉めてしまう。竹原金蔵や銀の仮面ティーチャーの助けもあって一命を取り留めた二人だったが、この事件は新聞などで大きく報道されてしまった。教育省事務次官の後藤信彦は、今回の騒動は教育省局長であるイークラ類の生ぬるい政策が元凶だと言い切り、とある教師たちを花空学院に派遣する。その教師たちの一人には、かつて、 荒木豪太の担任として愛ある拳での指導を行ってきたラモン公平がいた。しかし現在の彼には、かつての面影は全くなく指導をと称する暴力で生徒たちを支配する教師となっていた。さらには、ラモンと共に赴任してきた阿南東子の発案により、新生都会が発足され学院内は常に誰かに監視された状態となる。 これに対して怒りをあらわにした金蔵や草薙敬語はラモンたちに戦いを挑む。一方豪太はかつてラモンが自身を救ってくれたように今度は自分がラモンを救おうと決心するのであった。花空学院高校教員2年 C 組2年 A 組、新生都会教育省カフェホッパーキャバクラその他。 ミュージカル仮面ティーチャーシルバーマスクのタイトルで2015年9月16日から9月18日まで大阪梅田芸術劇場シアタードラマシティ同年9月30日から10月4日まで東京ゼップブルーシアター六本木にて公演された突起のない限り著者は藤沢徹。発行はすべて終映者のヤングジャンプコミックスより以下の出展は終映者ブックナビ前のページ 書誌情報の発売日の出展としている、劇場版仮面ティーチャーに関するカテゴリー、ありがとうございます。